どうもチョルです、今日なんですけど、総称付きから 23SS6 回目とかですか、デリバリーございました。ご紹介しようかなと思います。今回はデニム一肩二色って感じでございます。はい、こちらですね。結構太めの、これもフロントローライズだっけな、あ、違うかな、これは違いますね。はい、ペインターデニムですね。これ新型かな、はい、結構太めの感じでございます。はい、これね、裾のところがちょっと特徴的なんですよ。はい、こんな感じで、これね、ノットショートペインターデニムってことでね、ノットショート、まあ半ズボンじゃないってことなんですけど、これ、ね、ちょうど膝下くらいのところで一回これ縫って加工入れてるんですよね。で、加工入れた後それほどいて、まあ製品の長さにしてるというか、はい、まあ元々製品の長ズボンのね、レングスで作ったものをこう折りたたんで、はい、で加工入れてるので、膝下の辺にね、こういうちょっと面白い線というかラインが入るんですね、ウォッシュの。はい、なんで前後左右に入ってます。で結構ね、加工とかもちょっと汚れ加工みたいなの結構強めに入ってます。これなんか横一文字にガッと入ってたりするんで、はい、そんな感じです。ちょっと履きます。履いてみました。こんな感じです。はい、最初に聞きます。サイズこちら44、お値段48,000円です。結構太めでしょ、だいぶ。はい、太めな感じのワイドストレートっていう感じですね。ワイドストレートです。はい、こんな感じです。裾は切りっぱになってますね。ズドンと結構、はい、ボリューミーな感じの、うん、ちょっとストリートカーのような感じですかね。はい、ちょっとブラックとインディゴでね、この加工の同じ加工でもね、色合いとかちょっと出る表情が違うんで、はい、黒はこんな感じですね。で、はい、やっぱこの辺の膝の切り替えの線とかがね、おもろいですよね。これ通常ありえないんでね、なんだこれみたいな、うん、ここでこんなラインが入ると、なんかちょっと地層みたいな感じでしょ、横にラインが入ってますね。はい、ちょっとなんでね、ラインもさることながら、まあ本当地層みたいですね。ちょっと色味もその線をね、境にちょっと変わってるんで、洗いのかかり時代、かかり具合もね、はい、面白いです、だいぶ。はい、でこういうリングとか、この辺は継続のディテールでございまして、でまあペインターなんでね、ここにこれ なんていうんですかね、これベルトはい、ループみたいなのが、はい、入ってます。ペインターデニムですね。はい、そんな感じでございます。こっちもおすすめですね。ということで、概要欄にリンク貼ってきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。そんな感じです。では